Ichirodoku, Retsuoki. その日、シリアの。ナーマンは神の人の言葉通りに下っていって、ヨルダンに七度身を浸した。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなった。彼は随員全員を連れて、神の人のところに引き返し、その前に来て立った。
イスラエルのほか、この世界のどこにも神はおられないことが分かりました。今、このしもべからの贈り物をお受け取りください。神の人は、私の仕えている主は生きておられる。私は受け取らない、と辞退した。ナーマンは彼に強いて受け取らせようとしたが、彼は断った。ナーマンは言った。それなら、ラバ二頭に負わせることができるほどの土を、このしもべにください。しもべは今後、主以外の他の神々に、焼き尽くす捧げ物や、その他の生贄を捧げることはしません。神の御言葉。第二朗読、使徒パウロのテモテへの手紙。愛する者よ、イエス・キリストのことを思い起こしなさい。私の述べ伝える福音によれば、この方はダビデの子孫で、死者の中から復活されたのです。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。だから、私は選ばれた人々のためにあらゆることを耐え忍んでいます。彼らもキリストイエスによる救いを永遠の栄光とともに得るためです。次の言葉は真実です。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。
キリストはご自身を否むことができないからである。神の御言葉。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。すべてについて感謝しなさい。神はキリストイエスのうちにあって、あなた方にこれを望んでおられる。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。イエスはイエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま。声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、死生たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。記憶されたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。